入院してる患者さんと付き合ったり。それいいの。テンコ取ります。副隊長。副隊長、せーの、職業調査隊。本日もやりたいと思います。お願いします。今日の仕事は看護師さんです。おお。意外にも初だった。やってなかった。やってると思ったんだけど。看護師のお仕事なんですか。お医者、主治医。主治医ってさ、患者側じゃないの。お医者さんのサポートをする人、うん、とか、なんとかさん、おはようございます。なるほどね。実際じゃあどんな仕事か見ていきます、はい。職業調査隊。看護師は医療の現場において医師を補助し、また医師の指示のもと患者に寄り添い支援しケアする仕事です。女性の職業と考えられがちですが、近年は男性看護師も増えています。看護師は電極分として正看護師と準看護師に分かれます。準看護師は看護師の補助をしますが、医師や看護師の指示なく独自の判断で業務を行うことはできません。しかし現場での実際の仕事内容は看護師とほとんど変わりません。待遇面では差がありますが、準看護師から看護師へのステップアップの道もあります。というわけで、大先輩、お医者さんの手助けと患者さんのケアがメインのお仕事が看護師さんでございます。看護師なんですけど、うん、入院してる患者さんと付き合ったり。それいいの。お世話してくれる。まあね。でもやっぱさ、患者側からしたらさ、自分でどうすることもできない状況なんだよ、そういう時って、に自分のことをやってくれるってちょっと気になっちゃいはするよね、絶対。それが別に患者が男だろう女だろうが、うん。職業調査隊。続きまして、看護師のなり方、どうやったらなれるでしょうか。看護学校とかに行って、2年とか3年とか。看護学校、専門学校とかだったら2年か3年じゃない。ああ、大学、大学の看護学科とかだったら4年じゃない。あ、4年で試験ですよね。これも多分何を取るための試験。国家資格。おおおお。じゃあ見ていきましょう。看護師になるには看護短大や看護学部を卒業して国家試験に合格すると看護師になれますが、日本看護協会ではより水準の高い看護ケアを提供するために、専門性の高い専門看護師、認定看護師、認定看護管理者という資格制度を設けています。知らなかった。専門看護師や認定看護師は実務経験と試験によって資格を得ることができます。看護師として働いている人がさらにレベルアップ、キャリアアップするための資格があるのね。国家資格なんでね、うん、人の命とかをやっぱね、扱う仕事だからね。が看護師のなり方でございました。はい。職業調査隊。では看護師の年収いってみましょう。なんかさ、病院の中で働いてる割にはあんまし高給取りなイメージないもん。まあ、お医者さんとかがやっぱとんてつもなくもらってるからっていうのはあるだろうけど、平均予備ちょっと下か平均ぐらいかなっていう感じですかね、うんうんうん。国家資格持ってるのに。ねえ、平均ちょい下ぐらいってことは430とか。そんなもん。はい。看護師の平均年収は384万円でございます。難しいね。専門看護師とかさ、認定看護師とか取ったらまたちょっとお給料アップみたいなあるかもしれないですね。職業調査隊。というわけで本日の学業は以上になります、はい。このチャンネルではいろんな職業を紹介しております。他にも知りたい職業があればぜひコメント欄にコメントお願いします。チャンネル登録、高評価もぜひお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。さよなら。